その報道されていることベースでいうとその大きく言えば管制官,官の指示をその海上保安庁のまあ北見機長がまあ,ある種、勘違いをしてしまって中に入ってしまって事故が起きたんじゃないかというのはざっくりとした流れになっていると思いますが管制、うんはい、官,官たちはこれ経営市長の捜査一課の聴取に対してはどういうふうにその応じているんですかねえと官政官。今回聴取されてるのは3人官政官が といるんですけれども、えー、その内訳はその,その解放機と直接やり取りしていた管制官それからそのレーダー画面を担当する、えー、レーダー監視員ですね、うん、それからその、えー、取りまとめ役の,その主任管制官の3名なんですが、うん、それぞれまあ個別にその聴取をするんですけれどもその内容がある意味どれも同じつまりその通常の運用で問題なかったっていうようなことをこう3人が3人とも 同じような内容を話していると、うん、でこれな何があるかっていうと早い話はその管制官のたちをその統括というか、うん、管轄しているその航空局の方からそのあまりその警視庁の聴取にはしゃべるなっていうようなそういうことを言われた上で3人でその口裏合わせをしている可能性が高いなというふうに、えー、と警視庁が踏んでいて、うんえー、そのことによってそのようなその通常の運用で。 問題なかった、うん、で、えー、肝心なところをこう聞いたとしてもよくわからないとかっていう、うん、まあ基本的にその現地を取られないような感じでその聴取は進行しているっていう感じみたいですね、うん、これ3人いる管制官は当然警視庁の聴取はい、同時にやってないけど同じようなことをみんな言ってると。言っているからやっぱりその警視庁、まあ、今回その担当は捜査一課になるんですけれども、うん、捜査一課の,その刑事たちはいやこれは。 どう考えても、その口裏を合わせているだろうというような、うん、その疑念は拭えないというような状況みたいですね。うん、で、まあ、その警察がね、この事故の、その背景をめぐって、いろいろと、まあ、その何があったのかって、本当のことを知るべくね、まあ、聞いてると思いますけど。はい。あの、いくつか、その、まあ、当時のね、その管制官側の行動で。ここはちょっとおかしいよねっていうことが、まあ、あるわけじゃないですか。そうですね。それ、例えば、具体的にどういうことがあるんですかね。その、まず、一つ目が、仮に、その管制官、管制官、基本的には。 空港内のその機体っていうのを目視で見よようとすするのは基本なんででね、うんはい、目視で見て現状どこにあるのかっていうのはしっかりこう頭に把握した上でその管制業務を行うっていうのは基本なんですけれどもまあそれでもその当然例えば夜間であったりとかその悪天候の状態の時っていうのはまあ見落としだったりとかが発生する可能性があってまあそういうこともそうあるんで当然その管制官を補助するえとこの場合は滑走路占有監視支援機能っていういわゆるそのモニターの上で、うん えそれぞれの機体がこうマッピングされるような形になっていてえ本来その機体があるべきところにいない場合は注意喚起のランプがが点灯したりすするるっていうそういうううそ機能があるんですねなんでその当然目視で見るのを基本としつつもそういったその補助的な役割のそういうモニターを見ながら管制業務を行っていくっていうのが管制官の基本なんですけれども今回その管制官はしっかり当然その解放機っていうのが 滑走路に入った時点で、うん、その監視機能のそのはえっ、ー、と注意喚起をしていたんですね。アラートが鳴っている、ね。そうですね。で、えー、それに対してその管制官は、えー、見落としていたと確かにその目視が基本ではあるもののそういうところのその注意喚起のところを見落としていたっていうふうにななるとするとそれは何のための支援機能なのかっていうふうになりますし、うんうん、そこのところしかもそのえっ、ー、と今回報じられているのが 解、えー、放機が滑走路に入った後に40秒間その時間があるんですよね、うん、後ろから日航機に,に衝突されるまでに40秒の間隔があって。